皆さんこんにちは、メロンプーです。今回は1月27日から始まる最強の月光河の対策ポケモンについて紹介します。まず月光河の基本情報はこちらです。素早さや攻撃、特攻が高いです。テラスタイプは毒で、特性は変幻自在です。最強月光河の覚えてそうな技は水手裏剣、悪の和道、ラストシュート、冷凍ビーム、影分身などですかね。大体このあたりの技をしてくる可能性がありますね。それでは最強月光河におすすめなポケモン5選紹介していきます。まず最初に紹介するのはトリトドン。トリトドンは水、地面タイプで毒タイプの技を半減します。そして特性呼び水により水タイプの技を無効にし、自分の特攻が1段階上がります。技はサポートよりで、冷や水で月光河の攻撃を下げることができます。一応攻撃技として大地の力を入れていますが、サポート重視ならクリアスモックでもいいでしょう。努力値は耐久の HB か HD、火力を上げたいなら C に振るって B か D に振ることをおすすめします。トリトドンはソロよりもマルチの方が使いやすいので、マルチで行きましょう。次に紹介するのはどう？こちらもトリトドンと使い方が似ていてサポートです。タイプは毒、地面で毒タイプを半減し、特性貯水により水タイプの技は無効です。技構成もトリトドンとほぼ同じになっております。銅はトリトドン特防高いです。ですが銅は氷が弱点で、もし月光河が冷凍ビームを持っていたらきついです。月光河の技が判明次第ですね。次にアタッカーのシャワーズを紹介していきます。タイプは水タイプ、特性は貯水です。貯水なので水タイプの技は無効になり回復もできます。そして技構成は、溶ける、嘘なき、瞑想、アシストパワーです。立ち回りとして溶けるや、瞑想で自分の防御や特攻を上げ、嘘なきで特防を下げ、アシストパワーでワンパンしていく感じです。ワンパンできなくとも、かなりのダメージを与えることができます。努力値は特攻に全振りで、月光河が物理なら B に振り、特殊なら D に振りましょう。月光河の技が判明次第、ここは変わります。シャワーズはソロでも使えるので、育てておきましょう。次はクレッピです。クレッピのタイプは鋼、フェアリーで、毒タイプが無効です。そして月光河がしてきそうな、氷、悪タイプの技を半減するので、タイプ相性は優秀です。そしてクレッピの特性、いたずら心というもので、変化技を先制で出すことができます。クレッピは、瞑想や鉄壁など覚えるので、これを先制で出すことができます。この特性を活かして、積みまくってアシストパワーで倒します。ただ HP の種族値が低く、倒されてしまうかもしれないので気をつけましょう。努力値は C に全振り、月光河の技が判明次第、防御か特防に振るっていきましょう。最後に紹介するのは、鉄のカイナ。鉄のカイナは格闘、電気タイプ。タイプ相性は、悪タイプを半減。悪タイプ以外は等倍なんですが、鉄のカイナの高い HP、攻撃、防御を生かして戦います。技構成は気合ダメ、地震、雷パンチ、原太鼓。原太鼓で攻撃力を高め、気合ダメと地震で急所を狙いに行く感じです。雷パンチの枠は自由なので、鉄壁など入れるとより耐久が増すでしょう。努力値は HP と攻撃に振りましょう。鉄のカイナもソロでもいけるので、ぜひ作りましょう。というわけで今回は最強月光河におすすめなポケモン5選紹介しました。マルチでいけるものやソロでもいけるのもいるので、ぜひ作ってみてください。ですが今のところ月光河の技構成が判明していないので、どのポケモンが対策なのかは分かっていません。なので技や努力値は振らずに、今回紹介したこのポケモンを捕まえておきましょう。ソロで挑むならシャワーズ、クレッピ、鉄のカイナ。マルチならどう、トリトドンがいいでしょう。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。